안녕하세요. 마루커플입니다. 오늘 찍어볼 영상은 바로 마루커플이 추천하는 일본 드라마 편입니다. 요즘에 코로나 때문에 여러분들 많이 방콕하고 계시면서 드라마를 본다든가 영화를 본다든가 되게 영상물들을 많이 보실 텐데요. 그런 분들을 위해 오늘 콘텐츠를 준비했습니다. 하이! 준비했습니다. 그런 분들을 위한 영상이니까 스킵하지 마세요. 1つ目は世界の中心で愛を叫ぶです。これは知ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、私はドラマバージョンおすすめします。私もつい最近外に出れなくなって見返したドラマでもあります。恋愛プラス泣ける系です。学生の恋愛話、じゃあ恋愛話の話なんですけど、女の子が病気にかかって、 そっからどうなっていくのかっていう話なんですけど、本当に名作なので、もしよかったら見てみてください。次は、花より団子です。私がちょうど小学生、中学生ぐらいの時のドラマ、映画なんですけど、もうやばかったです。日本でのブームがもうすごくて、もうみんな見てたドラマ、映画であって、貧乏人の牧野つくし、 っていう主人公がいて、F4っていうお金持ちの男の人のグループがいるんですね。でこれはリメイクされてるので知ってる方は知ってると思うんですけど、でもこのドラマは日本バージョンを見てほしいです。道明寺の松潤を見てほしいです。で私は西門さんが好きでした。松田翔太、あのライアーゲームの人です。 ちなみになんですけど、花より団子は花より団子のドラマがあって、 次花より団子2があります。ドラマで最後に花より団子ファイナルの映画があります。この順番で見てください。次はブザービートです。韓国でも有名な北川景子とヤマピーが出てるんですね。山下智久、この2人の恋愛の話なんですが、ブザービート って聞いてわかる方もいらっしゃるかと思うんですけど、バスケの話なんですね。面白いことは面白いんですけど、とにかく日本で私が学生の時にブームになったドラマなのでおすすめさせていただきました。次はもう一度君にプロポーズです。これは見てほしいです。すごい有名なドラマかって言ったら、今まで紹介した花壇とか花より団子とかよりかは そんなに有名じゃないのかもしれないんですけど、簡単に説明、これ説明しちゃっていいのかな。とにかくある夫婦がいるんですね。旦那さんが奥さんへのありがたみとかもだんだん薄れていってしまってたんですね。検定機、あ、そうそう、検体機。私の記憶では一緒に映画を見に行くっていうデートの約束をしてて、でその待ち合わせに確か行けなかったんですよね、男の人が。奥さんが記憶喪失になってしまうんですよ。 で他のいろんな記憶とか覚えてるんですね。家族の記憶だったりは覚えてるんですが、夫との記憶だけがスパンって全部消えてるんですよ。それに旦那さん、竹野内豊っていう結構日本で有名な俳優さんなんですけど、がめちゃめちゃもうすごい後悔するんですね。 で、そっからどうなっていくかっていう話なんですが、題名が良くないですか？もう一度君にプロポーズをするって感じだと思うので、めっちゃおすすめします。恋愛ドラマが好きな方にはめちゃめちゃおすすめしたいドラマです。ぜひ見てみてください。지금 약간 권태기라고 느끼시는 분들이나 커플이서 같이 보면 좋을 것 같네. 서로 당연히 옆에 있는 게 당연하고 고맙다는 그런 감정도 잘 못 느낄 때쯤 이거 보면은 아, 이거 잘못했어. 미안해. 고마워. 이렇게 되거든. 아니요. 때 나るかもしれません. 次와 라스트 신데렐라 です. これは 18禁 までは いかないけど, ちょっとそんな感じの 바로 검색 들어갑니다. そこまでじゃないんですけど, 주인공이 篠原 涼子 なんですけど, 주인공이 結構もう本当に髭生えてるみたいな男っぽい性格の女の人がいて、それにある男の子が近づくんですね。でここのがどうなるかどうなるかって話なんですけど、なんかいろいろあるんですよ。この男の子が近づいてきたことには何か理由があってみたいな。これは結構日本でもヒットしました。ちょっと笑える部分があったり、おすすめします。다음은 이제 제가 추천하는 드라마인데요.
시련쇼콜라티에라고많은분들이다분많이보셨을것같은데줄거리도설명안해도될정도로설명안할게요그냥너무유명하고이거안보신분들특히그리고이시하라사토미좋아하시는분들은무조건보세요너무이뻐너무이뻐너무이뻐요이시하라사토미약간브리꽃처럼나오는데아이뻐약간이런느낌아이거또아이거또또악플받을것같아이시하라사토미약간기척을엄청하고그런데그래도아는데도귀여워맞아요여우짓을하는데도귀여워요예언나노와타시가미테모모메차메차카와이이데스다음은이거는한국에서좀유명하지않은것같은데드라마이름은히루가오인데요줄거리에서간단하게말씀드리면일단은불륜드라마예요불륜드라마인데두커플이나와서이제이야기를진행하는데그두커플이다바람을피는데우에노아야토 왜또아야이둘다결혼을했는데이제이둘이만나가지고바람을피는건데그게너무재밌어요너무재밌고너무재밌어요근데저는개인적으로이제바람을피면안된다어떠한일이있어도바람을피면안된다라는주의이기때문에어찌아야아야토아야왜또아야그냥다시제자리로돌아오고다시제자리로돌아오길바랬는데이제카나코는아니었어요아자나라ここの不倫で悪く書くじゃないですか悪く書くっていうかまあそうなんですけどこのドラマはなぜか禁断の恋みたいな感じで書かれてるドラマなんですねこの2人が悪役に見えるようなドラマになってるんですよ映画まで続いてるので見てみてください영화까지도재밌었어그다음에서저는よし!이랬는데카나코는아でもこのセリフで多分大体分かっちゃうかも아모르지이거는아でも読めません展開はどういう風によしってなったのかどういう風にあってなったのかは多分きっと読めないと思います둘이서진짜강추하는드라마입니다꼭꼭꼭꼭꼭꼭보시길권장합니다네보시길바랍니다네다음은도망치는건부끄럽지만도움이된다라는그호시노켄하고아라가키유이가나오는옛날드라마인데요이것도진짜한국에서유명한드라마라대부분많이보셨을것같은데간단하게설명드리면혼자사는이제호시노켄집에아라가키유이가이제집안일을도와주는형식으로들어가면서서로계약연애를하게되는그런스토리인데요이것도너무재밌어너무재밌고마지막에호시노켄이이제부른노래랑그춤이그때당시엄청나게화제가돼가지고들어보시면한번빠지시게될거예요그춤도너무중독적이고재밌어서어쨌든여기까지하겠습니다次は私なんですけどダメな私に恋をしてくださいです私が深田恭子ファンなんですよもう深田恭子大好きなんですけどめちゃめちゃこれはあの失恋ショコラティエのように深田恭子がめちゃめちゃ可愛いドラマですミステリー系ですおっぱい一つ目は女王の教室です知ってる무서운여자선생님이맞아요그거아니야사회는불공평하다막이러는거아니야샤카이와후쿠오에다이거そんな感じですこれは私も最近また見返したドラマなんですけどある一クラスがあるんですね小学生なのにその先生がめちゃめちゃ言うんですよ例えば成績順とか成績がいい子には何々もしますみたいななんか先生がいじめてる感じ生徒をいじめてる感じのようなドラマなんですけど見てみてください面白いです最後まで見てみてくださいでもこれミステリー怖いからミステリーに見てたミステリーなんか같은데でも恋愛でもないし泣ける系でもないしコメディでもないのでとりあえずちょっとミステリーちょっと怖いんですよオープニング見たらわかるかなと思うんですけどちょっとドゥーンみたいな感じで始まってちょっと怖めなのででもこれも結構日本では有名です私の世代は근데한국사람들한테는별로매운맛이아닐지도몰라왜냐면은성적순으로쫙하는거는예전부터있었던거고원래한국에서있었던거고지금은어떤지모르겠는데초학생이래요아근데초등학생때는아니었던것같긴한데어쨌든한국이되게교육이빡세잖아그래서좀엄청야뭐이정도는당연한거아니야약간이렇게느낄수도있을지도몰라나는안봤는데낮여수미가나인데요그래
한국애들도 초등학생들도 다 학원 가고 이래. 낮자심이 때 선행학습하고 중학교 꼭 중학교 공부하고 이래. 초학생은 낮자심이 안 돼. 나 무식하고 살겠대. 맞아. 무시돌이 있대 맞아. 세미노. 한국은 그런 거 없어. 다음 학년 뭐 다다음 학년 중학교 거 공부하고 다 학원 가고 초등학교 가가지고 공부하고 그래. 本当ですか? 어. 초등학생이래요? 어. 遊ばないんですか? 응. 그래서 좀 약간 약한 맛일지도 몰라. 순한 맛일지도 몰라. 楽しい. 小学生は遊ぶことが勉強. 소소 人付き合いだったり. 그러니까 뭐 夏休みなんて 遊んでしかなかった. 아니. 한국에서는 방학 때 공부하지 않으면 뒤쳐져. 다른 애들보다 못 해. 女王の教室なんですけど、とにかくもう先生がめちゃめちゃ怖いって怖いんですけど、それにはちょんちょんちょんって感じなので、見てみてください。面白いです。ちょっと古いんですけど、面白いです。ドゥル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 ドゥ
皆さんわかるかと思うんですけど、ダイヤゲームです。今の実際どこかやね、うん、うん、韓国バージョンもあるよね、ダイヤゲーム。うん、그건잘모르겠는데이것도꽤유명할거야。うん、これはもう絶対にもうライアーゲーム1、2と見てください。うん、もうめっちゃ戸田恵梨香も可愛いし、私松田翔太も大好きなんですよ、うん、俳優で。진짜멋있어。うん、一番好きな俳優さんだったんですね、松田翔太が。잠깐간단하게설명드리면、うん、일단은뭐빚을내가지고、うん、뭐사람들이다참가를해서약간도박같은、うん、게임을하는거예요。はい、ゲーム自体が面白いんですよ。内容が、ゲームの内容自体が面白いので。ぜひ見てみてください。主人公の正直者のなおちゃんっていう戸田恵梨香なんですけどがいて、秋山さんっていう天才詐欺師もいるんですね、うん、秋山がどうしても見捨てられないんですよ。それには理由があるとか。面白いです、見てみてください、うん、次は流星の絆です。これはあの日本で有名な小説家東野圭吾が書いたミステリー系のお話なんですけど、ある家族がいるんですね。3人兄弟のお父さんお母さんが殺されるんですよ。誰に殺されたのかっていうのをこの3人でいろいろやっていくんですけど、これ結構バンジョンです。うん、面白い。これ結構日本でめちゃめちゃ流行ったドラマで、韓国の方知らない人多分多いと思うので紹介させていただきました。面白いです。推理系が好きな方は見てみてください。スペックも面白いです。これが戸田恵梨香が出てるドラマなんですけど、これも韓国ではあんまり有名じゃないんじゃないかなと思うので紹介させていただきました。スペックはちょうど今から10年前ぐらいのドラマなんですけど、ある超能力を持ってるんですね、うん、なんだけど、その警察の中の未消事件みたいな、なんかちょっと難しい言葉なんですけど、そういう普通じゃ解決できないような事件とかを取り扱っている部があるんですけど、戸田恵梨香がいて、あともう一人男の人がいるんですが、あともう一人おじいさんの3人でやってる部署みたいな感じなんですけど、このおじいさんもめちゃめちゃ面白いし、韓国で多分有名な有村架純も出てくるドラマなので、で結構笑えるシーンがいっぱいあるんですよ。ちょっとかけ離れたお話っちゃお話かもしれないんですけど、見てみてください。戸田恵梨香がとにかく可愛いです。次は夜行観覧車です。これもミステリー系のお話で、日本でまあ有名な小説家湊かなえっていう人のドラマなんですけど、これも面白いです。犯人が誰かわからない話で、お父さんが死ぬんですけど、誰が殺したのかっていうのをこう1話ごとにどんどんなんか最後の場面でちょっと分かっていったりするんですけど、そういうのが好きな方は見てみてください。はい。다음은나의위험한아내。이거정말강추。너무재밌어。이것도진짜신선한소재。私も面白いけどめっちゃ怖い。なんちゅう재밌게봤는데그렇게무섭진않아。簡単に설명드리면、남녀가이제결혼을했는데、남자가바람을펴요。그리고나서이제아내를、네、
독살하고 둘이서 이제 불륜녀랑 이제 행복하게 살려고 하는데 이 아내가 되게 유명한 남자 배우 나오잖아. 저 이토 히데아키. 어, 이분은 그 얼굴 보시면 다 알 것 같은데 어쨌든 네. 너무 재밌어요. 面白いです. 見てみてください. 하이, 次は 리버스です. 推理 소설이 好きなんですけど そのリバースのドラマが始まってみんなとかなえだ絶対見ると思って1話目2話目ぐらい見た時にもう続きが気になりすぎて小説買っちゃったんですよ先に読んじゃえみたいなもうピャーですぐ見れるぐらいの面白さでいや、어떻게되는거야하면서계속보게되는そう最後のページの瞬間も鳥肌立ったんですよ私は小説を読んで韓国にもしあるのであれば、うん、湊かなえのリバースの小説を見ることをおすすめするんですがもしないのであればドラマもあるの で, でドラマも面白かったのでぜひ見てみてください、うん、次はアンナチュラルですこれは面白いです結構やっぱり韓国でも有名っちゃ有名だと思うんですね推薦するドラマとしては結構ありきたりなドラマかもしれないのでちょっと簡単に説明させていただきますと解剖するんですねで死因を探る、まあ、仕事をしてるんですけどどういう風に人が亡くなったのかっていうのが分かるドラマってドラマなんですが今までにいなかったようなお話っていう感覚新鮮だった記憶がありますなのでぜひ見てみてくださいこれは面白いです、うんうん